あ,あこの間の徹底とのチャンネルで、言ってないけど、ね、彼に濁しましたけど、僕は、本当に個人判断能力高い選手たちで、話し合える選手たちで、中心選手になって、それ以外の選手、僕なら外すんですよ。はず、あ、いや、僕なら外さないですよ。僕なら外さない理由は、僕がコンセプト作って、その哲学に従えないというか、それを実行できない人、その原理原則を実行できない人は外すから。だからそういう点で言うと、吉田麻也って、組織へのコミットメントめっちゃ高いし、 やる選手だから、ちゃんとチームに軸があるんだったら、ちゃんとこれをやってこれをやんないみたいな、吉田麻也が監督にならなくていいんだったら吉田麻也って超重要な戦力なんですよ。ただ、今の森安ジャパンだと、全部個人で判断しね、してねっていう。全部個人がいいと思うことをやって、そこすり合わせてね、だから、吉田麻也だと、ビルドアップのところもそうだし、守備のところも、まあ弱気なラインコントロールは当然するし、で、前からの守備とかも、 でもそれは吉田前が悪いってより、前がプレースかけてないときはそれはライン下がるしさ。そういうふうに、吉田前に異常に負担がかかる状況だったら、僕は吉田前を外した方がいいと思う。これ、これちゃんと今の全部使って切り抜いてもらわなきゃ申し訳ないんだけど、申し訳ないというかダメなんだけど、ちゃんと個人、あの、組織として何するべきかっていうのがちゃんとしっかりしてるチームだったら、あの、吉田前は必要なんですけど、それがない、 それぞれがそれぞれのやり方で最適解見つけてねえだと、吉田麻也の考えとか、吉田麻也が言っちゃえば、こう、なんとかできないところまで吉田麻也が決めなきゃいけなかったり、あの、体現しなきゃいけなくなるから、それは吉田麻也はそこまでの選手じゃないからさ。らそういうチーム作るんだったら僕は、冨安と森田と久保建英と三笘。で、トップがコンディション良かったら大阪をそうじゃなかったら、 あれなんだろうな、ウェイダーアイスとか。まあ結局、その、ちゃんと発信力のある選手、自分で考えて周りを動かせるっていう、まあ遠藤航もそうですね。だから田中王とかも必要だけど、そういう思考力と発信力両方ある選手だけ、選手たちを中心にするしかないと思って。でもその思考力と発信力があるっていう、それがね、思考力と発信力がない監督だから判断できないんですよ、選手に対して。だから柴崎呼んじゃうし。鎌田はね、難しいところなんですよね。 いい選手だけど、鎌田の村のある時も知ってるから、でも、あの、鎌田は外さなきゃいけないほどの選手じゃないけど、絶対的にする選手でもないって感じだ。だピッチ上に監督を多く置けるチームっていうのかな。それをセンターラインに揃えて、それ以外で、その、臨機応変さとか、思考力と発信力は少ないけど、瞬間的な能力の高さは見せてくれるみたいな、まあ、伊藤淳也とかそうですよね。そういう選手たちで肉付けしていくみたいな感じ。それむずすぎない役者が話し合って映画作るそうだ、むずすぎるから、 それでももうそれをできるような選手たちで固めなきゃいけない、だからそれをやってるのはレアル・マドリーとか、ユナイテッドもブルーの入るまでは森安ジャパン状態でしたから、そうだから、柴崎とか吉田麻也とか、瞬間的な判断力が合理的じゃないみたいな選手は、そういうのを提示できない監督のもとではやらせない方がいいですよ。そうだからそういう思考力と発信力があるかどうかっていうのは、思考力と発信力を判断できないと精査できないからね。 残酷な話ですけど、サッカーってそういうもんだから。で,でも、そういう、冨安とか久保とか、あのレベルって異常だから、世界的に見ても。そういう選手たちが中心になって話し合うんだったらすごくなるけど、その選手たちが怪我したら同じサッカーにならないし。そこまで振り切れないだろうからね。ちゃんと、まあ、言うけど、骨組みがあって、何をすればいいかを分かってる状態のサッカーだったら、吉田麻也も柴崎もいいですけど、骨組みから自分たちで作ってねってなると、異常な能力、 思考力、発信力、技術、富士が全部必要になるから、それが揃ってる選手たちを中心に置かないとうまくいかないですよ、ね。うまくいかないというか、高いレベルにいかない。相手が弱かったらそれでも勝てるんですよ。アジアだと日本ある程度強いみたいにね。今回はワールドカップですからね、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。バ <laughs> バイバイ